駅入口駅名標八つ森駅は、かつて、宮城県仙台市青葉区新川あざ清水頭にあった、東日本旅客鉄道仙山線の駅である。2014年3月14日限りで同線の西仙台ハイランド駅と共に廃止された。大宇山脈を貫通する区間が開通して仙山線が全通した1937年11月10日、付近にあった。 八森スキー場の利用者のために新設区間に仮上工場として設けられた。当初は枕木を並べただけのホームだった。日本国有鉄道が1961年に新川ラインを整備すると他の季節にも山歩きを楽しむ人が訪れるようになった。1967年度の1日平均乗降客数は145人であった。 1970年に八森スキー場が廃止されると利用客が減り、春と秋にわずかな臨時列車が止まるだけになり、後にそれも耐えた。単式ホーム一面一線を有する地上駅で鉄パイプで組んだ構造の上に木の板を敷いたごく簡素な構造のホームを有していた。一時は一部の木板が腐って破損し、歩行の危険な状態であったが、 後に回収されコンクリートをいに吹き替えられた。駅舎、待合室、時刻表、便所はない。駅名標は臨時駅に昇格して、以降も八つ森狩り乗降場のままであった。道線周辺の無人駅と同様に愛子駅の管理下にあった。広瀬川の支流、新川川のそばにあり、駅のすぐ東側に鉄橋が渡されている。駅は、 周りより高い包みの上にあるが、深い谷底の水面はホームから見えなかった。代わりに、対岸で川に望む100メートル以上の絶壁を見上げていた。廃止後に、鉄製のホーム階段とホーム、駅名標が撤去され、現在、跡地には、ホーム階段へ続いていた木製の階段と、非常電話のみが残されている。臨時駅ではあるが、JR の特定特使内制度における、 仙台市内の駅であった。新川地区の生誕、初の小屋という集落のそばにあったが、最も近い人家まで200メートル以上離れていた。国道48号から駅の数百メートル手前までは舗装された道路が通じるが、ここから駅に至る道は、うっそうとした山中を通る曲がりくねった見通しの悪い、未舗装の砂利道であり、熊に注意という縦間板がある。他、 日本猿も頻繁に出没する。駅近くの集落までは、佐久並駅や白沢車庫より、仙台市営バス八つ森線が運行されていたが、利用者減少により、2021年3月31日をもって運行を終了し、廃線となった。列車が止まらない上に、他の公共交通機関で訪れることも難しいため、鉄道ファンの間では、超一級の飛行駅とされていた。 仙山線では、事情は異なるが、同時に廃止された2つ隣の西仙台ハイランド駅にも列車が止まらなかった。奥新川駅から東駅までは、新川川沿いに新川ラインというハイキングコースがある。駅周辺の通信状況については、乗降が全く行われないにもかかわらず、NTT ドコモのフォーマの通話が可能である。これは、NTT ドコモ東北が全ての駅でフォーマを、 使用可能にするという方針を打ち立てているからであり、同じ NTT ドコモでもムーバーは県外になっていた。ありがとうございます。